航空自衛隊松島基地で、アクロバットチームブルーインパルスの今年初めての訓練となる飛行始めがありました。先月22日の飛行納めからおよそ2週間ぶりの訓練となったブルーインパルス。機体の安全点検をした後、ファンが見守る中、4機が次々と新春の青空へ飛び立ちました。4機は、牡鹿半島沖の金華山上空まで飛行し、およそ30分間、機体の状態の確認やアクロバット飛行の訓練を行いました。すごくかっこよかったです。飛んだところです。今年はもっと平和になって、本当に平和の象徴的なブルーが見られたらいいかなというふうに思います。